これ毒あって絶対食べれない。え、食わず芋っていうふうに呼ばれてます。そうで、これ触っちゃうとちょっと手が触れたりするんで、うん、触らないように。なんで？三歳児のオチはないですか？これがお尻光ってるんですよね。うん、あ、大きい岡山とかにいました。うわ、でかでかサザエや。こいつが体紫色してるの分かります？はい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 。で、そのことから紫岡ヤドカリって呼ばれてるんですけど、名前長いんで村岡さんって呼ばれて、村岡さん、そう、村岡さん、みんなから村岡さんって呼ばれて、そう、これ村岡さん、さっきの岡ヤドカリのでっかいバージョン。でっか、え、これ有名なんですか？ヨシガニ置いときますね。やったすごい、やった。皆さんめっちゃ、ちょっと自分のチームヤシガニここにいてます。めちゃめちゃでかいし、めっちゃ見やすい。こいつが噂のヤシガニです。あ、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう。いや、怖い怖い、クモみたい。残った、クモみたい。でっかいな。こいつが噂のヤシガニです。で、一番大きいサイズになると車のハンドル、あれ次の人たち、あれ次の人たちだよ、順番か。近くに自分たち一回ライト消して星見ましょうか。30年くらい積まれて、
言われてますね。おおすごい。もうちょっと冷たいところだと50年から100年ぐらいかかるって言われてるんで。あ、暑いところの方がやっぱ溶けやすいんですね。そうですそうです。石垣島。そうですそうです。水が落ちてきた。水が落ちてきた。うん。水飲めるんですか。できちゃいました。かわいい。